こんにちは、トバログのトバです。今日は任天堂スイッチ愛用者にとてもおすすめのガジェットを紹介します。まあ、これ見てもらえばなんとなくわかる気はするんですけど、グリップですね。スイッチのジョイコン用のグリップで、なんとこれ USB Type-C で直接充電できるという素晴らしいグリップなんです。僕普段このジョイコンでこうやって操作しながら、であとこのトラックパッドを使って動画編集をしているんですけど、結構電池持ちがあんまり良くないっていうのが結構気になってて、スイッチと Bluetooth で接続する時よりも結構持ちがなんか悪い気がするんですよね。だいたい2日間ぐらい使ってるとなくなってしまうんで、まあ、都度充電できるようにこれを買いました。でスイッチとつないで充電してると、もうスイッチにこう差し込んだ瞬間にスイッチにペアリングしちゃうんで、こっちの MacBook との、まあ、MacBook との同期って消えてしまうんですよね。それでもう一回ペアリングし直さなきゃいけないっていうのは結構面倒で、もう単体で充電できないかなと思っていろいろ調べてたところ、割とこれが使えそうだなっていうので、まあ、今回ちょっと購入してみたって感じです。それでは早速紹介していきます。はい、こちらがスイッチのジョイコン用の充電グリップです。意外とパッケージはなんか簡素な感じで、かなり海外製だなという感じがします。じゃあ早速開けてみたいと思います。中に入っていたのは左ジョイコン用のグリップと右用のグリップ、 USB-A と USB Type-C 用のケーブルが1、2、あとはそれぞれのジョイコン用のストラップが1つずつ、あとは英語の説明書が1つ と日本語の簡易版の説明書が1つの合計8種類のものが入っていました。はい、ジョイコン用のグリップに関してはものすごく軽くて、まあ、思ったよりプラスチックでスカスカとした感じです。でここに通電用の端子が備わっていて、でこちら側にはまあ、SR、SL のグリップが1つずつで、なんといってもここですね、特徴としてはやっぱり USB Type-C のポートがあるんで、そのままジョイコンをわざわざスイッチとか、あと専用の充電用チャージャーに挿さなくてもそのまま充電できるっていうのは結構魅力的です。もうここのために僕は購入しました。はい、じゃあこのジョイコン用グリップの重さは1つあたりだいたい 22g 程度です。かなり軽い。じゃあ実際にジョイコンに装着していきたいと思います。まずは左から、はい、こんな感じで簡単にスライドさせることができます。見た目に関してもかなり純正みたいな感じで、本当に純正にあってもおかしくないんじゃないかなと思わせてくれるような佇まいですね。で通常の充電できないグリップと比べるとかなり2倍ぐらい厚みはあるんですけど、やっぱりこの単体で充電できるポートが備わっているっていう点でかなり魅力的です。で僕はほとんど使わないんですけど、まあ、こうやってみんなでちょっとしたゲームをやるなんて時はかなり普通の付属のアタッチメントよりもかなり操作しやすいのかなと思います。で結構面白いのが、あの Bluetooth 接続確認用のLED が本来なら横側についてるんですけど、この充電アタッチメントをつけるとこの表側にランプが見えるようになります。これはまあ便利かどうかはわからないんですけど、まあ、大人数でゲームをプレイするときなんかに自分のこのジョイコンが何 P なのかが結構わかりやすいのかなと思います。まあ、右側のジョイコンも装着してみましょう。はい、こんな感じで装着が完了しました。普通のアタッチメント装着してる時よりもちょっと持ちやすい感じは上かなと思います。ただ厚みが結構厚いんで、縦持ちする時にこの SL とか SR とかを押すのは若干、まあ、きついかなという印象です。まあ、それでも単体でUSB Type-C で充電できるというのはかなり魅力的ですね。まあ、これだけを持ち歩いて動画編集をするっていう時でも、スイッチとかあと専用の充電器を持ち歩かなくても、まあ、これ単体で充電できるというのは結構嬉しいですね。
で、まあ、充電に関しては普通に USB Type-C のケーブルでできるので、まあ、手持ちのモバイルバッテリーがあれば外出先でもこのようにパッと差し込むだけで充電ができるようになります。で、充電中はこんな感じで赤い LED がまた別につくので、まあ、これが充電してるのかどうかっていうのを判別するのも結構簡単です。で、スイッチのリモコンは充電しながらでも動いてる状態なので普通に充電しながら使うこともできます。ちょっとケーブルが邪魔なんで僕はあんまりしないんですけど、普段在宅で動画編集とか、まあ、イラストを描いたりする人にとっては結構、まあ、有線でつなげられるっていうのは結構便利かもしれないです。で、まあ、取り外す時なんですけど、取り外す時はここのボタンをまあカチャってやればすぐこう取り外すことができます。これ純正のグリップだとなかなか取り外し方が分かんなかったりとか取り外すのが面倒だったりするんで、このアタッチメントはまあここを押すだけでカチャッと取り外しができるんで、これはかなり嬉しいですね。はい、というわけでこのジョイコンの充電グリップについて紹介してみました。これ導入してから動画の編集とかすごい楽で、かなりもう僕にとっては必須のアイテムなんですけど、これ単体で持ち歩いて充電ここに挿しててできないかなと思ってたら本当にいいものを発見したんで、もうすごいラッキーでした。もし同じような使い方をしようとしてる人とか、あとスイッチでジョイコンだけ持ち歩いて友達ん家で使うよみたいな人とかはかなりおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。ブログにも書いてるんで、もしよかったら概要欄に貼っとくんで読んでみてください。こんな感じでいろんなガジェットとかを紹介していくんで、もしよかったらチャンネル登録の方していただけるとすごい嬉しいです。じゃあ、トバログのトバでした。